こんにちは。今日も始まりましたショータイム TV のお時間です。アナウンサーは老賢者のカテナマオです。よろしくお願いします。どうも、ゲーム評論家ババ切り札でございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず最初のニュースからお伝えします。死にゲー戦国時代、キーワードはパリー。今月 PS4 で発売された死にゲーザ・サージ、今作はパリーに力を入れており、避けるだけでなく剣撃としての面白さを見出しました。フロムソフトウェア制作のセキロが発売されてから続く死にゲーに流行っているパリー、死にゲーの新要素として確立するのか今後に期待です。さあ、こちらどう思いますか、ババ切り札さん。そうですね、私としてはね、はい、今ね、死にゲーはマンネリが来てますからね。あ、たくさんタイトルが出てますもんね。だからね、赤狼が今出たっていうのはね、かなり良かったんじゃないかなって。死にゲーに新しい風をね、吹き込んだっていうかね、そういうのが来てすごいね、いいと思ってます。ちなみにこのパリーについてちょっとお話ししていただきたいです。はい。パリーについてお話。うん、パリーって何なんですかね。俺もなんとなくで言ってたわ。パリっていうのは、あの、敵の攻撃が当たる直前にガードをすることによって、相手の攻撃を弾いてカウンターを持ち込めるっていう、まあ一戦みたいなね。まあそういうものと同じ類のものなんじゃないかなと、自分は思ってますね。それでは、次のニュースに行きたいと思います。龍が如く、もはやバカしかいない。2020年1月16日に発売予定の龍が如く7。今現在 PS ストアでゲームの一部をプレイすることができる体験版が配布中ということですが、体験版で見せた主人公の中二病な妄想や戦闘方法などが話題を呼んでいます。単純にバカゲーとして楽しむのか、それともシリアスを期待していいのか、いろいろな意味で期待が高まります。ババさんはこちらの体験版はもうプレイ済みですか？私はもう龍が如くはね、好きなんで、はい、もう体験はしたんですけども、はい、今作はねちょっとやばいっすね。やばい。何がやばいってね、あの主人公がもうちょっと妄想癖が半端ないんですよ。何考えてるかがわからない。もう敵がねモンスターに見えちゃうわけですよ。しかもね、今作ね、はい、あのカードが出たりとか、あとは人間力っていうパラメータが新しく出るんですけども、はい、どっからどう見てもペルソナにね似てきちゃってるというか、まあ世間ではなんか汚いペルソナって言われているらしくて、はい、そう、でその人間力が高まることによっていろんな人間とその新しい絆をつなぐみたいな、もう明らかペルソナじゃねえかよっていう話なんですけど、ただね、そういうのとかも出てきてるらしくて結構ひでえなと。ただね、あの龍が如くって昔ねオブジエンドっていうやばいゲーム出してるんですよ。急にその新宿の歌舞伎町がゾンビだらけになっちゃって、へわけわかんないことになっちゃって、それでゴーダリュージっていう龍が如く2に出てくるボスがいるんですけど、そいつの片腕がガトリングガンになったりとか、わけわかんないあの世界観になった時があったんですよ、一時。龍が如くって。だから今回はまだ優しい方だと。なんか結構 CM とかではこうかっこいい男が憧れるみたいなゲームなイメージが強いけど、結構バカゲー要素が強い。そうそうそう、あの今まではちょっとミニゲームとかそういうサブクエストとかにすごいバカっぽさを出してるんだけど、ただ今回はね、あの明らかに本編もバカっぽいなっていうのがすごい出てる。そうふんだんに、まあ、これオブジエンドの次くんじゃねえかなみたいな。なるほど、わかりました。それでは次のニュースに行きたいと思います。はい。あの有名なスマホゲームの荒野行動が今回 PS4 にて無料配信が開始されました。本家 PUBG のファンからは受け入れられない、スマホだけに座っていろなどという批判の声も相次いでいます。
さあ、これについてはどう思いますか？まあ、これについては、まあ確かに、すごいパブジにね、似てる部分はあるのかなと。まあそうですね。は思うんですけども、まあ一度ね、荒野行動とパブジをね、両方ともプレイしてみて、それでこう、比較して、はい、どう違うのかっていうのを、比べてから、まあ、言うべきなんじゃないかな、なんてのはちょっと思ったりしますけど、ね。なるほど。やっぱりその違いはあると思うんですよね、はい、例えばコラボしてるものが違うとか。あ、そうですね。荒野行動確かエヴァとか、はい、なんか結構いろんな有名なところとコラボしてたりしますよね。はい、しますね。うん、あとまあマップにその日本のマップがあったりとか、そういうのあったりとかすると思うんですけど、まあね、そういうの含めてもうちょっとこう、なんでしょう、やってからね、そうですね、死ねくそやろうって言ってもいいかなと思います。まあただね、一回ね、戦争起きてますからね、パブジと荒野行動って。なので、まあそういうとこ含めると、まあ確かにこう、パクってるっていうのは、こう気に食わない部分もあるのかな、なんて思っちゃったりしますけど。そうですね。まあね、うん、まあ死にゲーと一緒ですよ。ソウルライクって言われるようなものと一緒で。はい、うん、全体的にまあ、似てるもんなんじゃないかな。そもそもね。だってもう俺、ザクソにめちゃくちゃ似てるゲーム何個やってきたかみたいな。なるほど。荒野行動をやったところでヘでもないよみたいな感じですよ、だから。そうですね、荒野行動だけが。俺からすると。批判されるのは違うんじゃないかなと。ただ、なんか、ガテナ魔王はすごい物申したいらしいですけど。物申したい子は別にないですよ、大丈夫です。なんで裏でさっき言ってたじゃん、なんか。いやいやいや、私はボコボコに落とすから、こういうことだろう。ということで、次のニュースに参ります。大手格安ファッションブランドの GU から、プレイステーションとのコラボ商品が発売されました。男女ともに着れるデザインとお安さが発売から超大人気で、もうすでに売り切れ商品多数とのことです。さあ、ババさん、GU とか行ったことありますか？いや、ありますよ。もうむしろもう GU でしか服買ってないですもん。そうなんですね。うん。今回のこのプレイステーションとのコラボは知ってました？あ、これ知ってますよ。あ、そうなんですね。あの、実物もちゃんともう見てます。あ、ご覧になっていかがでした？うん。まあ、明らかにプレイステーションじゃんってバレちゃうみたいな。結構ロゴとかがバシッと大きく載ってるものが、多いですよね。モンハンの GU コラボみたいなのあったんですよ。はいはいはい、うん、それはね、すごいさりげなくねついてて、コラボレーションとしては最高の出来だったんですけど、ただね、今回はね、ちょっとあんまりババさんの好みではなかったって感じなんですかね。好みではないというかね、買いたいと思わないよね、別に。なんか、そんな買いたいと思うものなのかな。なんか、巷ではすごい、なんだろう、ダサいから買いたいみたいな。ダサいから、魅力的って言ってる人がいるらしくて。私はわかりますね、それは。何が起こる？欲しいってこと？あ、結構欲しいです。現に家で着てるパジャマも、プレステのロゴが入った T シャツとか着てるので。でもそれってパジャマでしょ。まあ、いやでも着てってましたよ、職場にも。たまに。嘘つけよ。いや、本当に本当に。で、ちょっとこういじられることが多くて、ちょっと着ていくのやめちゃいましたね。じゃあダメじゃん。いや、結局部屋着でしか使わないってことか。まあ、後々には部屋着になっちゃいましたね。ペルソナ5の T シャツとかもし持ってたりしたら、はい、多分恥ずかしくて着れないね。結構ペルソナコラボしてるところも多いですからね。結構多いね、ペルソナは。はい。実際には買わないかな。さりげなく出てるんだったら全然着れるけど、ちょっとモルガナがワッペンでついてるぐらいとか、全面にこうグワって出たりしたら、あ、そうですよね。ペルソナみたいになるじゃん。通りすがるペルソナファンがみんな、ペルソナ！そう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 。なるなる。もう、うわ、あいつ一人覚醒してんじゃんとかなって。あの、本来仮面を被るはずなのにあいつ前面に出してんじゃんみたいな。みたいになっちゃうから。確かに、そうなっちゃいますね。
まあ、ゲーム好きをアピールしたい方はぜひ自由に足を運んでいただきたいなと思います。ということで、ショータイム TV はこの辺で終わりになります。またこんな感じでね、投稿していきたいと思うんですけど、視聴者様からの質問だったりとかも今後受け付けていこうかなと思ってます。わかりました。なのでコメントとかでたくさん質問いただけたらなと思います。それでは、馬場さん。終わりのご挨拶お願いします。ゲーム評論家の俺がすんのおかしくない？みんな聞きたがってるから。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。それではまた。